どうも皆さんこんにちは、着バスです。本日はですね、本日2時過ぎぐらいにですね、ヒルトンホテルは宿泊実績2倍キャンペーンをね発表いたしましたよね。そちらの動画もねぜひ見ていただければなと思うんですけども、その中でもね話している通り、ヒルトンホテルはですねステータスマッチをねずっと行っておりまして、今回ね宿泊実績2倍キャンペーンが来ましたので、これを絡めるとですね、ヒルトンの最上級会員ですね、ステータスマッチしていただければ6泊するだけで最上級会員のねダイヤモンドステータスをね獲得することができるっていう風になりますんで、今回の動画ではこのねヒルトンホテルのステータスマッチ解説ねやっていきたいななんていう風に思いますので、これからねヒルトンホテルのステータスマッチね検討されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、ヒルトンホテルはですねもうずっとやってるんですけども、今年に関してはですねステータスマッチの要件もね緩和されておりまして、こちらね公式サイトなんですけども、ヒルトンホテルにステータスマッチした後にですね90日以内に7泊していただくとゴールド、12泊していただくとダイヤモンド、こちらも90日ですね、利用していただくとですね2024年の3月31日までですねこのステータスがね利用することができるんですよね。で、冒頭にもね言った通り、これがね宿泊実績2倍キャンペーンが来ておりますので、まあ、ゴールドであれば4日、ダイヤモンドであれば6泊ね利用していただければですね、このね、ステータスがね獲得することができるっていった形になるんですよね。で、このステータスマッチねしていただくと、このステータスマッチした後のこの90日間ね、この間もですねお試しでゴールドステータスがね利用することができるっていう風になりますんで、ヒルトンホテルのねゴールドステータスっていうのは朝食のね特典だったりレートチェックアウトアップグレードとかもね対象になりますので、まあ、こういった特典をね使いつつこの6泊していただければですね、ダイヤモンドね2024年の3月31日までね利用することができるっていう形になってるんですよね。本当にねすごいですよね。このタイミングで来たかっていう感じですよね。全国旅行支援が昨日からね開始になったこのタイミングでね、宿泊実績2倍キャンペーンっていうのがね来たっていう風になりますんで、本当にねこれからね、ステータスマッチねやろうとされている方はですねかなりねお得に、できるのではないのかなと思います。ちょっとね実際の金額の資産なんかもね後でね解説したいななんていう風に思っているんですけども、ステータスマッチ自体ねどうやってやっていくのかっていう話なんですけども、こちらね公式サイトなんですけども、ハンドイ、フィンドユアパーフェクトマッチということで、まあ、先ほどのね画像が出てきて、この下にですねステータスマッチということで、ステータスマッチ元のホテルプログラムと、あとねスクリーンショット2枚ですね、ステータスマッチ元のステータスのスクリーンショット、それと宿泊実績ですね、こちらのスクリーンショットをね添付していただいて同意していただいて申請していただく、まあ、こういった流れになってるんですよね。で、こちらですねステータスマッチ元のホテルプログラムなんですけども、まあ、今回の話はですねステータスマッチっていう風になりますんで、まあ、どっかのステータスを持っていないとこの申し込みっていうのはできないんですよね。まあ、マリオットでも IHG でもハイアットでもね、この中であればねどこでもいいんですけども、まあ、この他のねホテルプログラムの、まあ、上級会員がね持っていればステータスマッチはねできるって言った形になってるんですよね。で、このサイトでご自身のねステータスを選んでいただいて、先ほど言った通り宿泊実績とご自身のステータスのねスクリーンショットを英語版でね送るって言った形になります。ではね、どうやって他のホテルプログラムの上級会員の資格をね取っていくかっていう話なんですけども、マリオットアメックスプレミアムカードありますよね。ちょっと出しましょうかね。こちらのクレジットカードですね、結構ね皆知ってる方も多いと思いますけども、マリオットボンボイアメックスクレジットカードはですね発行するだけでマリオットホテルのゴールドステータスになりますよね。ですのでこちらを発行していただく、もしくは IHE っていうねホテルグループありますよね。インターコンチネンタルとかはね、加盟しているホテルなんですけども、このホテルグループはですねインターコンチネンタルアンバサダーっていうのに200ドル払えばなることができるんですよね。で、このインターコンチネンタルアンバサダーになるですね、IHE のプラチナステータスが獲得することができるっていった形になるんですよね。ですので、まあ、マリオットアメックスを発行していただくか、IHE のね、インターコンチネンタルアンバサダー、こちらに、まあ、なっていただく、まあ、この2択がね一番簡単なのではないのかななんていうふうに思うんですけども、まあ
こちらね、まあどちらでもね、お好きな方でいいと思うんですけども、まあ個人的にはですね、マイルが貯まりやすいね、このクレジットカードの方が私はね、おすすめっていた味になります。まあ年会費はね、49,500円ということで、かなりね、年会費は高いですけども、マイルを貯められている方、もしくはね、マルトホテルね、利用してみたいっていう方はですね、かなりおすすめっていた味になります。それでは次にですね、スクリーンショット2枚ね、送らなきゃいけないわけなんですけども、こちらね、ヒルトンのね、ステータスマッチのサイトに送るっていう風になりますんで、日本語で送ってもですね、こちら受付っていうかね、申請通らないっていう風になりますんで、日本語表記ではなくて、英語表記にした状態でですね、このスクリーンショット2枚ね、撮っていただきたいなと思います。ちょっとね、マリオットと IHG でね、ちょっと解説させていただきますけども、まずね、マリオットホテルのね、PC サイトを開いていただくと、こういった画面になりますよね。そうすると、上の方にですね、日本語って書かれているところがあると思いますので、ここでね、英語に切り替えてください。で、英語に切り替えていただいて、ご自身のね、お名前を押していただくと、こういった画面になりますんで、こちらの一番上のですね、オーバービューっていうのをね、押していただくと、ご自身のね、ステータスがこういった形でね、見ることができるっていう風になりますんで、ここのスクリーンショットをね、撮っていただいて、ヒルトンの方にね、送っていただくっていった形になります。で、もう一つですね、宿泊実績もね、送らなきゃいけませんので、またね、名前のところをクリックしていただいて、次はね、アクティビティのところをね、クリックしていただきます。そうするとですね、こちらの画面になりますんで、まあ、ここにね、宿泊実績はですね、見れるようになっておりますので、ここのスクリーンショットをね、撮っていただいて添付していただくっていった形になります。まあ送るの自体はですね、簡単だと思うんですけども、英語にね、切り替えるっていうところはですね、忘れずにね、やっといていただければなと思います。おそらく通らないと思いますし、またね、宿泊実績に関してはゼロでも多分通らないと思いますので、もしね、これからステータスマッチされたい方はですね、マリオットホテルね、一泊でも宿泊してからですね、申請ね、するようにしてください。それでは次に IHG の場合ですね、 IHG のね、トップ画面がこんな感じになっているんですけども、上の方にですね、日本語っていうのがあると思いますので、こちらをね、クリックしていただいて、英語にね、切り替えてください。で、切り替えたらですね、ご自身のお名前ね、クリックしていただくと、自分のね、ステータス画面がね、見れるようになっておりますので、こちらをね、スクリーンショット撮っていただいて、こちらをね、送っていただきます。次にね、上のタブからアクティビティをね、クリックしていただいて、宿泊実績ね、こちらの宿泊実績ね、スクリーンショットね、送るようにしてください。申請自体はですね、まあこのホテルプログラムを選んで、この2枚のスクリーンショットで、あとね、規約とかに同意して申請していただくっていうだけなので、そんなに難しくないと思うんですけども、まあ宿泊実績を作ってから送っていただくっていうのと、英語に切り替えてね、申請していただく。まあ、この2つだけね、押さえて利用ね、していただければなと思います。それでは次にですね、ステータスマッチ申請した後の話なんですけども、私がね、2020年にステータスマッチをした時ですね、まず1回目申請しました。そしたら連絡が全く何にも来ませんでした。で、ステータスも切り替わらない。ということで、どんだけ待ってもね、連絡来なかったんですよね。ですので、2回目再申請した時にですね、当時はね、まだコロナの真っ最中でしたので、この状況で本当にステータスマッチしていいんですかみたいな、まあ確認メールみたいなのが来たんですよね。まあそれでいいですよみたいな感じで返したら、1日か7日だったと思うんですけども、まあステータスがね、ゴールドにね、切り替わって、ステータスマッチがね、完了したっていった形になるんですよね。まあ押さえておいていただきたいのは、こちらね、何の音沙汰もなければ、まあ7日とか10日ぐらい経って何にもなければですね、メールも来ない、ステータスも切り替わらないっていう風になればですね、もう一回ね、再申請していただくのがね、いいのかなと思います。私もね、ずっと待ってたんですけども、なかなか来なかったので、まあ来なかったらね、また再申請していただいて、まあそうしたらね、なんかアクションあるかななんていうふうに思いますので、ぜひね、根気よくね、ステータスマッチの申請をね、行っていただければなと思います。で、スクリーンショット等々もね、撮られると思うんですけども、それもね、すぐ捨てずにしばらくね、保有しておくのがね、いいのかなと思います。で、ステータスマッチのね、申請が完了して、ゴールドステータスになりまして、私はね、ヒルトン成田に、当時9泊ですね、9泊でダブル、宿泊実績2倍キャンペーン18泊で、まあ当時は18泊が条件だったので、まあそれでね、ダイヤモンドになったわけなんですけども、9泊して、その翌日にはですね、このダイヤのステータスにね、ステータス画面ね、切り替わったっていう風になりますんで、まあおそらくね、今回も宿泊自体ね、完了したら、翌日にはね、ダイヤにね、切り替わるかななんていうふうに思いますので、この点もね、覚えておいてください。
またですね、今回ね、ステータスマッチをね、話をさせていただいておりますけれども、このステータスマッチっていう制度はですね、もともとシルバー会員以下のね、方に向けたキャンペーンみたいな感じになってるんですよね。ですので、今現在ヒルトンゴールドステータスを持っている方は、このステータスマッチね、利用することができないんですよね。ですので、この点をね、覚えておいてください。ちょっとね残念ではありますけども、ヒルトンアメックスの一般カードとかね持っている方は、まあ、ゴールドステータスになっていると思いますので、このねヒルトンステータスマッチで利用することができないっていう風になりますんで、もしねどうしても利用したいよっていう方はですね、ちょっとここで言っていいのかわかんないので、ツイッターの DM ねください。ということで、まあ、こういった形になっておりますんで、この点はねご注意ください。それでは次にダイヤモンドステータスをね特典おさらいしておきたいなと思うんですけども、ヒルトンホテルはですねゴールドステータス以上からね朝食が無料で2名分つくっていう風になりますんで、朝食はね2名分利用することができます。でそれ以外には、滞在に対して 100% のボーナスポイント、エグゼクティブクラブランジの利用、ホテルの、プレミアム Wi-Fi、ね、Wi-Fi がね分かれておりまして、プレミアム Wi-Fi っていうのが利用することができます。あとはアップグレードですね。ゴールドステータスでもこのアップグレードっていうのはあるんですけども、ダイヤモンドになるとスイートルームを含むアップグレードもね対象っていう風になりますんで、スイートルーム対象のアップグレードはね利用することができます。こちらもね空室状況によるっていう風になります。でそれ以外には、レイトチェックアウトですね。ヒルトンホテルのレイトチェックアウトっていうのはマリオットみたいにね14時とか16時とかね時間ではね決まっておりませんので、何時までね利用することができるっていうのはホテル次第っていう風になります。まあ国内だとね結構柔軟にね利用することができるイメージなんですけども、私個人的には海外で利用している感じだとだいたい12時がチェックアウトで13時までのレイトチェックアウトみたいな、まあ、こういった感じが多いですかね。もしくは11時チェックアウトで13時みたいな、まあ、13時が基準になっているところはね結構多いかななんていうふうに思うんですけども、まあちょこちょこですけども16時まで利用できたこともあるんで、まあゼロではないですけども結構渋いと思っていただいた方がいいと思います。まあこういったね感じの特典っていう風になります。やはりねダイヤモンドステータスね一番の強みはやはりエグゼクティブクラブラウンジの利用ですかね。あとスイートを含むね、アップグレードが対象になりますんで、ヒルトン東京、新宿にね、あるヒルトンホテルとかは、結構ね、ジュニアスイートにアップグレードしていただいたりすることもね、結構ありますので、このね、スイートルームの対象のアップグレードと、やはりね、エグゼクティブクラブラウンジね、利用できるっていうのは、かなりね、強い特典だな、というふうに思います。それでは次にですね、ステータスマッチしていただいて6泊ね利用していただければダイヤモンドステータス獲得することができるということで、ちょっと私の方でねヒルトン成田でどのぐらいお金がかかるのかねちょっと試算していきたいなと思うんですけれども、こちらはですね10月のヒルトン成田の価格っていう風になります。でこれだとだいたい9000円から1万2000円ぐらい、11月だと、まあ、こちらも9000円から1万2000円ぐらいということで、まあ、少しね全国旅行支援がねやっておりますので、まあ、ちょっと上がってるかもしれないですかね。まあもともとそんなにね私がやった時と本当に5500円とか6000円とかねそういうのもありましたんで、まあ少し上がってるかななんていうふうに思うんですけども、まあここからねヒルトン成田の場合は全国旅行支援のね割引が入るっていうふうになりますんで、 40% オフプラスクーポンでね利用することができるっていうふうになります。でこれね税金とかサービス料とか入ってないので全部入れるとこちらの金額ですね 11,187円っていうふうになります。これが一泊の価格ですね。でこれに対して 40% オフさらにクーポンが利用できるっていう風になりますんで、まあ、大体6800円プラス平日であれば3000円、休日であれば1000円クーポンっていう感じになります。ですのでこれで6泊するって考えると、4万1000円ぐらいの支払いで、クーポンは1万8000円分もらえるっていう感じですね。これが平日バージョンで休日だと、まあ、クーポン額は6000円っていう風になりますんで、めちゃくちゃ安いですねこれ安いですね。4万1000で6泊、まあそうですよね。いやめちゃくちゃいいですね。はい、一応ねヒルトン成田で計算させていただきましたけども、まあ行ける方であればですね、那覇のダブルツリーとか首里城とかね、ここより多分安いと思いますので、まあちょっとね沖縄っていう立地もありますんで。行ける方ね限られるかもしれないんですけども、まあ成田、那覇、首里城、まあここら辺はですねぜひねチェックしていただいてですね使用ね検討してみていただければなと思います。ということで今回ですねヒルトンステータスマッチね、解説させていただきましたけども、いやめちゃくちゃ安いですね
いやちょっとね、これからね始めようっていう方は、まあこのヒルとアメックスが必要であったりね、 IHE のアンバサダー入んなきゃいけない部分があるんで、まあもうちょっとねコストかかってしまう部分があるかもしれないんですけども、まあおそらくね前回の動画で言った通りですね、ヒルとのね特別対応っていうのはもうないんですよね、2023年。ということなんで、この宿泊実績2倍キャンペーンみたいなのも、まあおそらく多分最後ではないのかななんていうふうに思います。またね、今回のこのステータスマッチね、7泊でゴールド、12泊でダイヤ、まあこれが宿泊実績2倍で、半分になってるわけなんですけども、この元々のステータスマッチ自体も要件が緩くなってるんですよね。これ元々もうちょっと多いんですよね。私と同じ時期だと18泊とか必要なんで、まあ2倍実績でも9泊とかね必要だったわけなんですけども、まあ今回ねタイミングよくっていうか、まあいろいろ重なってねここまでお得になってるっていう風になりますんで、少しでもね気になる方はですね、ぜひねチャレンジしてみていただければなと思います。またねこのヒルとアメックスもね新規入会キャンペーン強化されておりますので、もしね気になる方はこちらね動画も出しておりますんで、そちらもねチェックしてみていただければなと思います。で、余談なんですけども、今回ね年内6泊で話ねさせていただいておりまして、2024年3月31日までステータス維持でいきますよっていう話をさせていただいておりますけれども、これね達成する日をですね年明けにしていただくと、さらにね1年伸びるっていう風になりますんで、まあ最後ね2泊ですよね、2泊残して、あラスト1泊か、そうですね、あラスト2泊ですね、はい、残していただいて、年明け90日以内ね計算していただいて、2泊来年に残して2泊来年していただければですね、2025年の3月31日までねステータス利用できるかななんていうふうに思いますので、まあこれはね年明け2泊しなきゃいけなくなりますんで、まあコスト面とかねちょっと変わってくるわけなんですけども、ステータス自体は1年さらに伸びるっていうふうになりますんで、まあここはねお好みでやっていただければなと思うんですけども、もしねステータス延長の方がいいっていう方はですね、達成するのはですね年明けにしていただいて90日間以内でね、まあここだけは計算して利用ねしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。わかんないことがありましたらぜひコメントください。それではまた。